皆さんこんにちは、梶本拓則です。本日は江坂にあります麻雀江坂さんをご紹介したいと思います。まずは駅からの道順をどうぞ。はい、まずですね、地下鉄御堂筋線の江坂駅でおります。江坂駅では6番出口から出てください。はい、江坂駅6番出口を出たらすぐ目の前に広芝町の交差点があります。その交差点の手前を左にまっすぐ行ってください。はい、歩くとですね、目の前にミスタードーナツが見えてきます。で、そこに入らずにこの交差点を左、まあ入ってもらってもいいですけどね、別に左です、とにかく。はい、もう見えてまいりました、あの大きいパチンコ屋さんの黄色い看板、そしてその隣にある4人打ちフリー、これが麻雀江坂さんの看板です。近い。はい、着きました。1階のパチンコ屋さんの上にある麻雀江坂さん、4人打ちフリー麻雀江坂さんです。いや、本当駅から近い、2分です。もう僕の足なら1分で着きますけど、皆さんだったら2分です。でもそれぐらい近い。こんにちは、こんにちは、いらっしゃいませ。大阪さん、はい、久しぶり。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。まさかこんなところでお知り合いになるとは。あ、本当にご紹介してます。そして島田さん、はじめまして。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではこれからお店の案内をしていただくんですが、従業員の島田さん、はい、と島田さんご案内していただきたいと思います。まず、麻雀江坂、どんなお店ですか？そうですね、当店4人打ちフリーと貸宅のお店となってます。結構いっぱいありますよね、全部ね、なんと、前代で18台、18台あります。全部オレンジの、ジャイアンツファンなんですか？いや、僕はタイガースファンなんですけど。あ、そうですね、ジャイアンツファンです。だからオレンジ。そうです。前代これアルテマですね。そうですね、すごいですね。しかも、じゃあ3万の用もある。そうですね、3万も4万もある。どっちも両方置いてるようにしてます。ちょっと気になったのが、あそこに学割と女子割ってあるんですけど、はい、どういうシステムなんですか？学割も女子割も各お二人様以上で適用される。2人いれば学割、学生さんが2人いれば学割、はい、学生さんが2人いて僕がいても大丈夫です。あ、大丈夫です。大丈夫です。女子割っていうのは僕と女子2人だと大丈夫。大丈夫です。いいですね。女子、学生の女子連れてきた元割引とかはないです。ないです。あ、そうですね、わかりました。ですよね。ちょっとあそこすごい気になるものがいっぱいあるんで、ちょっと行ってもいいですか？はい、どうぞ。はい、これ一泊1080円でソフトドリンクの飲み放題。そう、200円、お一人様200円でソフトドリンク飲み放題。こっちはこっち、こっちこっちはお一人様1300円でアルコールもソフトドリンクも飲み放題です。こっちはいいな、もう全然こっちで。あ、なんかすごい得しそうだもんね。そう。はい、このセットなんですけど、あの予約とか受付されてるんですか？電話予約受付ています。みんな電話して空いてるみたいな感じ。はい。あ、何時から先にお店は空いてるんですか？貸し宅の方は10時から。あ、10時からです。ぜひ10時から予約してください、電話で。メニューすごいじゃないですか。ちょっとこれすごいっすよね。全部石垣さん作れるんですか？頑張ります。え、いや、できますよ。はい、できますよ。本当ですか？はい、石垣さん全部できますよね。完璧にできます。いい奥さんになりますよ。ありがとうございます。はい、あ、どこか食べたいんですけど、何かおすすめないですよ。そうですね、今でしたらこちらのレーム、レーメン、ちょっと柿限定のマスク、レーメン食べていいですか？お作りします。あ、島田さんもいいですね。全然、愛情込めて作らせていただきます。じゃあここあえて西脇さんにお願いします。わかりました。はい、じゃあレーメン楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。こっちがいわゆるセットの、うん、はい、あっちがフリー。はい、ちょっと目立ちますね。あ、どこにいても分かります。笑顔がいいわ、あれ。ちょっとしっかり仕事します？はい、してます。は
安心ですね、これ。これ、町席も広いっすよね。ね、町放題。いいスタッフだって、こんな感じで、ふかふかですな、寝ちゃいそうです寝てるお客さんいるんだあの、DVD あるんですね、これ見れるんですか。はい、流したりしてます。え、流してます。あ、ほんとだ。何ですか。そう、スカパーとかも見れるんですか。そうですね。あ、じゃああれですよ、セットのお客さん遅れてきても安心です、ね、ここで見てればいいですよ。そうですね、ね、はい、セットのお客さん、いい情報ですよ。ああ結構若いスタッフさん多いですね。そうです。何人くらい。16人。16人、すっげー。平均何歳ぐらいですか。平均で、まあ22歳ぐらい。若っ。はい。店長。店長40歳。はい、じゃあ他もっと若いよ。ね、そうです、ね、すごいね、元気いいよね。はい、そうです。元気だけがあったらいいです。ちょっとかかってこいよ、リーチみたいな。そんなこと言われそこは、そこまでは、そこはまだいいよ。楽しみですね。ぜひ江坂に遊びに来てください。休憩時間あと1分です。台所広いですね。そうなんですよ、料理が作りやすくてね。今あれですか、西脇さん、俺の例に俺の冷麺ちゃんと作ってね。やった、楽しみです。お待たせしました、こちらが冷麺です。きたー、自分で作った。頑張りました。いい旦那さんになれると思うよ。ありがとうございます。いただきます。完食いたしました。美味しかったです。やるね。はい、今日は南谷さんのご自身にいろいろお越しいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと目立つ量高すぎるんであのお店のことをいろいろ知りたい、まあ、場所とか、はい、ね、あの方とかルールとか知りたい場合は、はい、あのホームページがあるんですよね。そうですね、ぜひお店のホームページ見ていただいて、はい、そちらに。なるほど、今ここですね。あ、そうですね、こちらに出てると思うので、はいはいはい、ぜひこれ見ていただいて、はい、はい、遊びに来てください。はい、お待ちしております。はい、皆さん、江坂の麻雀江坂さんにぜひお越しください。よろしく。お待ちしてます。